どうもミュートです。今回ちょっとおしゃべりの動画になっちゃうんですけど、よかったら最後まで、見ててくれたら嬉しいです。はい。でちょっと最近ねちょろちょろ出してた動画なんですけど、あれなんかちょうど僕が多分お久しぶりですみたいな動画で出す前に撮ったやつか、結構前のやつで、なんかそれがちょうどその時なんかカメラを意識したりとかっていうなんか葛藤をしてたちょうど時期で、あの動画はもう完全に本当に練習しっぱなしのやつを動画に収めて後々編集してってやったやつだったんですけど、いかがでしたでしょうか唐突ですか唐突ですか、いかがでしたでしょうか。まあそうですね、個人的にはちょっとなんかなんだろうな、まあちゃんとしたなんかいわゆる PV みたいな感じのかっこよさとかなくて、ちょっとなんかいわゆる自分の個人的な練習の動画になっちゃうんで、そこから何か皆さんがこう持ってってくれたらいいかなと思いました。はい。でなんかコメントもいただいたりとかしてすごく嬉しかったんですけど、まあそうっすね、なんだろう、ちょうどそのコメントでもお答えしたんですけど、結構僕練習するとき、単純にそれとかでも全くないときにやる練習はもう曲かけっぱでシャッフルリピート、もう嫌な曲かかったら、あ違うこれじゃないな、いや今の気分はこれじゃないみたいな感じでコロコロ変えちゃうんですけど、でなんかそんな感じのやつで流しっぱでルーッと同じ動きを、ずっとやり続けたり、でそれがコメントでも言ったんですけど、意識してこうやっていわゆる、できる部分と無意識に普段やってること、結構この2つがあると思うんですけど、無意識にやってることを増やせば増やすほどいわゆるフリーで踊りやすくなったりとか、ナチュラルな自分のフィーリングが出せたりとかっていうのに多分つながってくるかなと思って、僕は意識してやってる、あんまりやったことない動き、苦手だなっていう動きを、目つぶってでもできるようにとか、あとはもう曲かかって、ずっとその動きを続けるとか、もう本当にもういわゆるなんか小学校の時にやったなんか「あ」とか漢字なんかやりませんでした、漢字こう書いてやるやつ、なんか漢字のじゃあ「漢」っていう字をさこうやって書くじゃん、こうやってどんどん書いてって20個書いたら終わりみたいな、でそれを国語のノートに書いて提出みたいなのあったと思う、僕の世代はあったはずです僕と同じ世代はあったはずなんですけど、だからそれのなんか覚え方で書いてってだんだん目つぶってもう書けるようになったら、あこれもう大丈夫だわみたいな感じです。なんで多分試しに皆さんも自分の名前漢字とひらがなカタカナで書いてみてください、目つぶって多分書けるんですよ。でも全く書いたことない漢字を思い出しながら意識して書いてくださいって言っても多分書けなかったりするし、担々麺漢字で書いてください、かっこ目つぶってとか言われたら絶対書けないんで、でもそれを意識してもできないやつを無意識まで持ってって目つぶってまでできるようにするってなると、やっぱそれがナチュラルなフィーリングになってくるので、今まあ担々麺のナチュラルなフィーリングみたいな感じになっちゃったんですけど、ちょっとダンスに置き換えて考えてみてください。よかったら、ご参考までにしてよろしくお願いします。はい。で、多分次出す動画なんですけど、多分僕が最近出たね、バトルの動画を出すと思います。はい。で、どうしようかな、一戦一戦、なんかコメント出そうかなとか思ったんですけど、なんかそれもそれで、こまごましちゃうかなと思って、とりあえずバーって出すんで、で、見てもらって、もしなんかあったらコメントください。はい。質問があったらコメントください。で最後のいわゆる動画出し終わった後のまたおしゃべり動画で回答したりとかもすると思うんで、よろしくお願いします。はい。なのでもうね時間が現時刻は2時半ちょっと前なので、僕はもう寝ます。はい。リアルタイムな報告、多分みんな見てる時間バラバラだと思うんですけど、ちょうど僕が2時だったっていうことですもうね、こんな喋り動画もね、結構こういうラフな感じでやっていこうかなって思ってるんで、
よろしくお願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。